マスの死魚死魚とは、魚類の成長過程における初期の発育段階の一つ。妖精とも呼ばれる。講義ではしばしば稚魚と混同され、両者を合わせて小稚魚と総称することも多い。発生学の観点からは、死魚と稚魚は異なる段階として区分され、稚魚の次のステージが稚魚に当たる。一般に、魚類が卵から孵化してから、 骨格やヒレなどの基本的な体制を整えた治療となるまでの段階を治療と呼ぶ。多くの場合、生まれたばかりの治療は全長数ミリメートル程度で、ヒレや臓器の発達は未熟であり、遊泳力もほとんどない。治療は厳しい条件の下で外敵からの捕食を避け、自ら餌を取り、適切な生育環境へと移動しなければならない。このため、 稚魚の生存率は極めて低く、稚魚期に到達できる個体はごくわずかで、種によっては1000分の1にまで減衰する。この現象は初期原毛と呼ばれ、魚類の生活史を解明する上での重要な問題として、あるいは水産養殖における課題として、古くから研究対象とされている。魚類の繁殖様式は卵性と体性に分けられ、 軟骨魚類とシーラカンス、および、ウミタナゴメバルグッピーなど一部の新骨類が、卵体制である。原生魚類の大半を占める、新骨類の多くは、男性で、このうち海水魚は、小型の浮性卵を大量に産む一方、河川などに回帰する、サケマス類等は、比較的大きな沈性卵を少数産む傾向があり、他の淡水魚は、 水底のやもぐさなどに付着性卵を少数産む。飼料の形態や生活様式、飼料への変態などの特徴はグループによって大きく異なり、様々な手段によって環境への適応及び種の存続を図っている。鮭の卵黄の飼料。腹部の大きな卵黄は餌を取れない初期段階の飼料に栄養を供給する魚類の成長において、 どの段階を厳密に、死魚として扱うかは、様々な見解がある。一般には、形態学的な変化に基づき、卵から孵化した後、各ヒレのヒレ状の元気が出現するまでを死魚とみなす、ことが多い。死魚は、大きく二つの発育段階、卵黄死魚期と死魚期に分けられる。孵化したばかりの死魚は腹部に卵黄を持っており、卵黄の死魚と呼ばれる。 卵黄を発育のための栄養として完全に吸収するまでを前期修行。卵黄が消失してからヒレのヒレ状が一定数に達するまでの段階を後期修行と呼ぶ。後期修行は主に石作の形態によってさらに3つのフェーズに細分される。卵黄のが吸収された直後は石作の後端は直線状であるが次第に背中側に折れ曲がるようになる。 石作の後端からは、おひれの形成が始まり、おひれひれ状が完成したものを、高屈極器の飼魚として扱う。魚類の生活場所は様々で、海洋を遊泳する、マグロ、海底からあまり離れないカレイやヒラメ、光の届かない暗黒の海域で暮らす、深海魚など、非常に多岐にわたるが、彼らの飼魚は、ほとんどの場合表層で生活する。多くの海水魚は、 浮き性卵を産み、孵化した死魚はそのまま浮遊生活に移行する。一方、海藻や砂底などに、沈静卵を産む魚類の場合でも、稚魚の生活場所は、表層付近であることが多い。卵黄を吸収した後は、稚魚は、自力で餌を取ることで栄養を補給しなければならない。稚魚の、主な餌は、植物プランクトンや動物プランクトンの妖精。 特に海圧種類のノープリウス養成であることが多い。初回の節時に成功するかどうかは、稚魚の生き残りに大きな影響を与える重要な要因である。節時行動の開始は、卵黄が完全に吸収される前であることが多く、餌にありつけなくとも栄養を補うことができる、猶予期間となっている。浮遊生活の期間は魚種によって異なるが、 一般に寒冷な地域ほど長く、熱帯域では短い傾向がある。遊泳力の弱い死魚は浮遊生活の初期に、潮流、海流の影響を強く受け、広い範囲の海域に拡散する。沿岸域に分布する海産深骨類の場合、浮遊生活を終える時期には、本来の生息場所である海岸近くに戻る行動が見られ、これを、節岸海流と呼ぶ。 この時期の死魚は、能動的な遊泳を可能にする、身体構造を獲得しているほか、新たな生育環境に対する、形態的、行動的適応が発現するなど、節眼回遊の開始は、地魚期への移行と重なる部分が多い。節眼回遊は、初回設時と同様に、死魚の生き残りにとって、重要なイベントである。表泳生活の間に、 海岸から遠く離れてしまった死魚は、節眼できずに死亡する、可能性が高まる。また、沿岸に達した後も、限られた生育場所をめぐる、他のコチ魚との競合に勝ち残らねばならない。さらに、生存に適した水温範囲を超えて運ばれた死魚は、たとえ節眼回遊に成功したとしても、最終的には冬を越えることができず死亡する。 生まれたばかりの飼魚は遊泳力が弱いため、浮力を確保するための適応とみられる、特徴的な形態を取ることが知られている。レプトケファルスやシラスのように体の水分含量を高めるもの、ハゼ類のように飼魚器の実に浮き袋を持つものなどは、いずれも体比重を低下させることにより、浮力を得ている。卵黄の死魚の卵黄に存在する油玉も、水より比重が低い。 体表面積の拡大も、また、浮力確保には有効な手段である。体を極端に平べったくしたり、細長くしたりすることで、相対的な表面積を拡大することができる。体の一部を極端に突出させたものも多く、糸状のヒレ状を持つ、アンコウ類、裸子魚の著しく長い背びれトゲ、三つ股やウオおの、メガラなどが知られている。 卵黄農機の稚魚は胃が未発達でわずかな元気として存在するのみである。一般に節除の開始とともに胃の分化が始まり消化管全体での消化酵素の合成も活発となる。胃の分化に続いて魚類に特有の消化管構造である有紋水の形成が起こり、稚魚の移行時には消化管の体制がほぼ整う。水から餌を取れるようになり、 ヒレなど体の基本体制を整えた死魚は、親に似た姿の稚魚へと移行する。死魚から稚魚への移行には、様々な形態変化が生じるが、うなぎやヒラメなどに見られる。特に劇的な変化は変態と呼ばれる。一般的な死魚に見られる、形態変化はもう少し緩やかであることが多いが、広い意味で、変態に含めることがしばしばある。ありがとうございます。